旧ミルチア中域での戦闘から1年、ゾハルが巨大なグノーシスに飲み込まれてからというもの、グノーシス現象はより頻繁に起こるようになり、人々は常に脅威にさらされていた。しかし多くの星系がグノーシスによって消失しているにもかかわらず、異なる思想を持った人々は依然としてお互い相認めることをせず、ただいたずらに無益な争いを繰り返すだけだった。ミルチア紛争の背後に存在していた移民船団、そしてゾハル、教皇セルギウスの語った真実、オルムスこそゾハルの正当な所有者という言葉が気になった私は、ミルチア紛争とゾハルの関係について独自に調べを進めていた。そして半年前、私は偶然知り合ったスキエンティアと呼ばれるグループの協力を得て、レメゲトンと呼ばれる謎のプログラムに絡んだ事件に関わることとなった。レメゲトン、その正体はロストエルサレム時代に構築されたゾハル制御プログラムであった。その制作者であるグリモアは意識体となってもなお UMA の様にある存在を探していた。それはたびたび私の目の前に現れた白なりの少女、ネピリムだった。そしてそのグリモアを陰で操っていた組織の存在が判明することとなった。ベクター特別技術推進部門、官民合同で運営されていたその部門は、現在でこそその存在が抹消された部門ではあったが、それは間違いなく私の属する組織が作り出したものだった。そしてベクターはオルムスが関与していたユーティック機関に対しても接触をしていた。だがそれらの証拠は隠蔽され、真相は闇へと葬られた。たった一つの事実を残して、当時その担当官庁の要職にあった者の名、スオウズキ。自らの父の名をそこに見つけた時、驚きも悲しみも怒りも湧いては来なかった。心のどこかで予想していたこと、来るべき時が来たに過ぎない。私の中にはそんな定感にも似た思いがあるだけだった。そして私はベクターを辞めた。慣れ親しんだ面々、コスモス、あの人と私とを結ぶたった一つの絆ではあったけれど、自分がそこにいること自体に耐えられなかった。犠牲となった人々への贖罪か、母を見捨てた亡き父への抵抗か、いいえ、きっとそうではないのだろう。多分私は